身長ビヨン医師学博士整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、ご覧の通りですけども、皆さんですね、本当に皆様のおかげで、8月にですね、神田駅から徒歩1分のところにですね、こんな感じでですね、新しくですね、整形外科のクリニックを開業させていただくことができました。本当に改めてですけど、皆様ありがとうございます。こんな中ですね、本当開業させていただいて、今後ですね、もっとね、頑張っていかなくちゃいけないなというふうにですね、改めて気を引き締めておりますので、ぜひ皆さんですね、ご指導ご支援のほどよろしくお願いします。ということで、まさにですけども、会員スペシャルということで、皆さんですね、最も要望の多い無料最終身長予測を、今回ですね、また今回でこれで3回目かな、させていただきたいと思います。よろしくお願いします。いつも通りなんですけど、無料で皆さんの将来の、もしくは皆様のお子様の身長がですね、将来何センチになるかというのをですね、いただいた情報の中から予測していくというようなものになっております。本当ですね、毎回すごく人気が高くて、前回も250名以上応募していただいて、一応全部答えたはずです。期限内にですね、応募いただいた方に関しては、ということになります。今回もね、いつも通りチャンネル登録とかお願いしたりとかしながらやっていくんですけど、まずはですね、ちょっと当院の簡単なね、紹介をさせてください。こちらがですね、受付になります。受付はですね、木目調で、結構ね、可愛らしい感じにしました。もちろんですね、小さなお子様からご年配の方まで来ていただけるような雰囲気にしております。そして診察室が1番2番とありまして、そしてですね、レントゲンの方ももちろん、準備させていただいております。そして、こちらがですね、見ての通りなんですけど、リハビリ室になってまいります。東京のですね、都内、特に私のところは千代田区になりますけど、千代田区としてはですね、比較的広いリハビリ室をですね、ご用意させていただくことができたのではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。もちろんね、身長治療はもちろんですけども、普通の一般のですね、整形外科だったりだとか、あと私は再生医療も結構頑張ってますので、そういったところも一度ご相談いただければと思います。さて、それではですね、今日もですね、最終身長予測をやっていきたいと思います。それではですね、そのルールを説明させていただきたいと思います。じゃーんと、まずはですね、1番目、いつも通りですけども、私もですね、最終身長予測をですね、本当にですね、毎日やりたいぐらいなんですけど、毎日やってると疲労で倒れちゃう。だからこう、不定期にしかやらないんですけども、それがですね、すごく疲れるんですね。簡単に言うと、私の優しさをこう削って皆さんの身長を予測していくということで、結構エネルギーがいるので、皆さんももしよろしければ応募いただく方に関して言うと、まずはチャンネル登録をよろしくお願いします。1番はチャンネル登録。そして2番目は、予想したい方の性別を教えてください。男性なのか女性なのかによって、全く最終身長の予測は変わってきますので、そこをまず教えてください。そして3番目、ここがですね、最終身長を予測するにおいて最も大事なポイントになってまいります。3年以上の成長の軌跡を、できるだけ多くですね、成長の軌跡はあった方がいいです。特にですけども、何歳何センチだけだとかなりルーズな予測になってしまいますので、何歳何ヶ月何センチか、特に月齢までしっかりと書いていただいて、身長の方ですね、記載していただくと、こちらの方で正確に予想することができます。そして4番目が、ご両親の身長を教えてください。お父様、お母様の身長をぜひご記載ください。そして5番目、ここがですね、結構難しいところになってくるので、なんとなくざっくりでいいんですけれども、早熟なのか、晩熟なのか、早熟か晩熟かに関して言うと、過去にですね、こちらですけども、晩熟系5つのタイプとかですね、こういったのを、挙げておりますし、そういったのを、参考にしながら、晩熟なのか、早熟なのかもできればですね、書くようにしてください。男性であれば、一つのね、よく目安としてされるのが、12歳で陰毛が生えるのがいわゆる平均なので、それが早いと早熟、それが遅いと晩熟みたいな、そんなような表現ができるかもしれません。これはね、本当になかなか難しいので、本当これはまだ採血だったり、レントゲン取ったり、いろんな要素をですね、当院でさせていただいて、やるような形ですので、ざっくりですので、まず早熟か晩熟を教えてください。はい。そして6番目ですね。6番目はいつもね、一言、書いていただいてるんですけど、今回は宣伝をさせてください。8月のですね、会員キャンペーンってことで、成長道具。今回こうやって最終身長予測を、データいただいた YouTube の中から文字のデータだけで最終身長予測させていただくわけなんですけど、ご覧いただくとレントゲンだったりだとか、あとですね、ご希望があればですけど、採血させていただいたりとかするんですけども、レントゲンと栄養指導込みのこの
成長ドッグが普段1万5000円で価格設定を、ね、させていただいているんですけども、8月はですね会員キャンペーンということでできるだけ多くの方にですね、まあ、身長の知識をですね用意いただければと思いますので1000円で、させていただきたいと思います。パチ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 ということで、コメントの方は8月会員キャンペーンで成長ドッグ括弧レントゲン栄養指導込みを1000円、こちらですね記載してください。一字一句間違えないでくださいよ。8月会員キャンペーンで成長ドッグ括弧レントゲン栄養指導込みを1000円、こちらの方ね必ずご記載くださいませ。それではですねたくさんのご応募をお待ちしております。締め切りはですね、まあ、一応お盆かな、ちょっと締め切りの方は概要欄の方に大きく貼っておきますのでそちらの方をご覧くださいませ。今考えれば16日かな、そうだね16日の21時とかにしましょうかね。そしたら16日の21日を、締め切りとしますので、それまでにまずはチャンネル登録をお願いします。1番チャンネル登録、2番性別ですね、男性なのか女性なのか、そして3番目3年以上の成長の軌跡、特にこちらに関しては月齢までしっかり書いた成長の軌跡を教えてください。そして4番目は両親の身長、そして5番目が早熟なのか晩熟なのか、そして6番目が、一言ですね。8月会員キャンペーンで成長ドッグ括弧レントゲン栄養指導込みを1000円、こちらの方ですね分かりにくいので今回だけちょっとね、まあ、概要欄の方にねちょっとヒントを書いたりもしておこうかなと思います。はい、以上になります。参考になりましたでしょうか。ぜひね本当たくさんの方のねご応募お待ちしております。それではまたよろしくお願いします。身長ビヨーン。